ゃないかなって思いました。はい、ということでアップガチャ始まりました。今回もこの4人でお送りいたします。はい、なんか飽きた。ちょっとジョージもちょっと思ってるかもしれないじゃん。今日は飽きないようにこんな企画を用意しました。はい、メンバーがプロデュース、ユリア工場委員会。ユリア、はい、ユリアっていうことでですね、今回はアップアップガールズ過去2期のメンバーだけでお送りすることになるので、そこで同じグループのメンバーだからこそ感じているメンバーのまだ世に出してない魅力だったり、新たな路線を発掘してメンバーを向上していこうという番組です。番組だって。おー、番組でした。という企画です。番組だった。どうですか皆さん、ユリちゃんの魅力ってもともといっぱいあるけど、どう進化できそうですかね。はい、難しいな。いろいろありますよ。EV ぐらい進化先になりました。考えがね。はい、いや、でも知ってる人しか分かんないんですよ。進化の教えてくださいよ。いいね。でもゆりちゃんやっぱ可愛いとかさ、身長とかさ、もうキャッチーなところがいっぱいあるからさ、足とかもっと伸びそうだし、伸ばしてくださいよ。あゆちゃんは同期だし、まあ、確かに一番見てるんじゃないですか。あ、見てねえぞこれ。これ見てないぞ。危ないぞ。思いつくのに時間が一番かかってたの。やばいやばいやばい。ずっと悩んでる。で、向上する側のゆりちゃんどうですか。もうめちゃくちゃ楽しみです。あ、よかった。今日はもう朝起きた時からどこ向上されるんだろう。おー、マジか。はい、不安とかじゃなかったんだね。もういい方なんだね。じゃあ口見るとかなんか入れちゃうの。そんな簡単に適当に向上させるんだ。これからのゆりちゃんにかかってます。聞いてますか、ニクラさん。全然ニクラさんもう集中すごい真剣に考えてたんですよ。ありがとうございます。それということで、誰から発表していきましょうか。なんか自信のある方とかいらっしゃいますか。発表。じゃあ私から。本当ですか。本当ですか。本当に本当ですか。じゃあ最初に工場案を発表してもらうのはニクラアミです。はい、頑張って。楽しみだね。ゆりちゃん、うん、もう、うん、ゆりちゃんゆりちゃんの自己紹介を考えました。わー、すごい。自己紹介を向上させたいということで、ありがとう。普段まずゆりちゃんってどんな感じで自己紹介します。はい、自己紹介します。はい、神奈川県出身、今日もコロコロプリプリ、身長145センチ、ゆりゆりこと柴崎ゆりおです。あ、なるほどなるほど、可愛いですね。はい、これをニクラさん不満に思ってるということで。なるほどね。不満だったのかな、そのプリとはみたいな。あ、確かにね。いや、でも可愛いですけどね。国からやってきたっていうのは嘘かは嘘、目が合った君はそう、それも木から落ちる、君もゆりに落ちる、神奈川県出身、ゆりゆりこと島田キリアです。マジかマジか、情報量えぐいな。情報量えぐいぞ。しかもボケてしかない。すげえ。アミちゃん、これ考えた理由としては、なんか面白くなりたいって言ってたから、自己紹介の時にうわっ、この人うわっつかみ、あのすごくそのビジュアルとか、うん、あの雰囲気が可愛いから、うん、確かに多分ちょっとぐらいやっても大丈夫だろうと思って。わ、可愛かったよ。いや、私的にはめっちゃこの自己紹介好きです。うわー、ありがとうございます。じゃあ、サーモから落ちる、あなたもジュリーに落ちる。バカにしてます、バカにしてます、もうバカにしてます。うちの見解としては、北の国からって言ってるけど、神奈川県だし、なんか要素ゼロ。ただボケたい人の自己紹介だけど。自己紹介とは言えないかもしれない。でも絶対そんな自己紹介してる人いないから、うん、覚えられるかも。確かに確かに。あ、でも北の国からやってきたっていうのは嘘、かわいそう、目が合って君はそうって言ってるんで。あ、スミちゃん言われたそんな感じになって思ってたよ。でもなんかそのそうかわいそう、そうとかはちょっとアミタっぽいなと思った。確かにそうなんですよ。あ、アミちゃん節が出てた。アミちゃん節だって。これアミちゃんがやるからちょっと面白いのかもしれない。ゆりちゃんからなんか言ってるね。でもよかったな、よかったか。でも可愛かった、可愛いが勝っちゃった、面白い。でもやっぱ新しい風って一発目受けないから、これから何回もやってって。うん、ね、サルも木から落ちる、めっちゃいいと。確かにサルも木から落ちる、ゆりもみんなうちうちうちしてるんです。そんなに下がってたっけ、ここ。それでは続いてはどうしますか、ほうちゃんとかじ。二人合わせて
プリキュア。ちょっと待って。プリキュア。なんで仲良くなんか、ちょっと二人合わせたいかもしれない。バトルだった。で最後にそれ自分職員。じゃあ三人のもう決戦じゃなくて、もうみんなでやるか。あ確かに。ゆりちゃんを作ろうみたいな。そう作ろうにしました。いいですかそれ。改造改造ガチャガチャ。私が考えてきたのはゆりちゃんの服装でーす。はい、なんかゆりちゃんってやっぱ可愛いしおしゃれだし、なんかこうね真似したくなる感じはあるんですけど、うん、やっぱり私は見た目からこう爪痕を残したい、うわ覚えてほしい、うん、私の自宅から一つ持ってきました。はい、カジさんの服ってこれはもうとても大人気お笑い芸人さんがもう直々におすすめされたということで、おーなるほど、多分これ着てればめちゃくちゃバラエティーにも役立つんじゃないかなと思うし、その方も大もうテレビつけたらもうその人ばっかり出てる方のものなんで、ちょっとゲットしたのでそれをゆりちゃんに教えてくれてもらいたいなって思いました。嬉しい、になる。それではほーちゃんは、私は島津ゆりやのヘアメイク。あ、ゆりちゃんメイクだ。ほらメイク、まあ、私もちょっとユリアはめちゃくちゃ顔がいいしフォルムも可愛らしいんで、やっぱ見た目強化、うん、やっぱ美女面、ニキちゃんの美女面としてちょっと育てあげたいなと思いましてですね、いいですね。ヘアメイク担当させていただき、一緒に頑張りましょう。お任せください。やっぱこう足あのね、これ二人合わせてスタイリストとヘアメイクで、わあそんな、で自己紹介、自己紹介、自己紹介ありがたいですね。じゃあいいじゃん。じゃあもう早速ゆりちゃんを向上させていきたいと思います。行ってきまーす。ということで工場案すべて出揃いました。ちゃんをしっかりとプロデュースさせていただきましたけども、めっちゃ可愛いっすわ。自己紹介、そして、はい、髪型ヘアメイクして私が、スタイリストということで、改めて島津ゆりやさんに登場していただきましょう、はい、島津ゆりやさん。北の国からやってきたっていうのは嘘、カワウソ、目があった君はそう、猿も木から落ちる、君もゆりに落ちる、みんなのゆりゆりアイドル、ゆりゆりでーす。やった、うー、最高ですね。ありがとうございます。私はですね、服装クロちゃんががっつりプリントされた実際にクロちゃんからいただきました。そして鈴木萌歌さん、はい、どちらを。カメめっちゃかわいいヘアメイク。あるけど可愛さが残ってる。確かに、ね、なんかそう、ね、聞いてほしいんですよ。島崎さんのすごいところはそれ、思ってた以上にヤバくて服が、うん、あ、いい意味で、いい意味で、いい意味で、めっちゃいい、めっちゃいいと思って、でそれに合わせようと思ってなんかいろいろやってたんですけど、顔が可愛くてなんか無理、全部何を薄くないじゃん。なんか半分そう、全部なんかそういうファッションに見えちゃう。確かにそういう髪型に見えちゃって、パリコラにこういう髪の毛ありますか。そうなんです、だから様になっちゃって、ちょっと素晴らしい、なんか前髪もちょっと変わってる。そうなんですよ、ちょっとくるくるに巻いて、その丸立てなんで、はい、これも私が一番を決めるっていうやつでした。まあそうなんですけど、でも今回私たち3人で力を合わせてみました。そうそうそう、でもいいよ、一番でもその中で一番じゃ使えそうだったもん、ね、一番使えそうだよ、ね、うん、みーちゃんありがとう。なんて自己紹介。ショックてか、なんで理由も聞かせて。こうなるなんて聞いてないんですけど、こういう方向性じゃないんですけど。え、かわいいよ髪型は。服装もなんかわかんない、その可愛いの定義がわかんない。全力を出したんですけど、ということで新たな魅力が引き出された島崎ゆりやさんの応援、これからもよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回、ゆりちゃんはこの格好でガップガチで出てくれるんでしょうか。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。まあ、もうこだわりなんですけど、これピンクやばい。これなんかシマコがその気になったらもうみんなもうやばいよっていう。